が昔あったような杉田かおるさんですね。そうですね。これは、まあ、あのドラマの中で今歌う人も珍しい曲ですので、マニアックサロンで、事務所でマニアックサロンでね、テレビドラマの主題歌の特集をしたことがあったんです。これ面白かったね。はい、なんだって自慢したりとか、はい、テレビドラマの、あとありがとうの歌とか、ありがとうの歌、はい、あの時にドラマもあるけど、僕昔の宮田輝さんがやったふるさとの歌祭りのテーマソングって言われて誰も知らないそんなのありましたね、はい、まあ、これもなかなか思い出があるんじゃないかと思いますけども、はい、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。